A グループ福本大成をよく知るスタッフが衝撃の暴露。彼の一発アウトのコンプラ違反の真相は。こんにちは、スコープ芸能です。1月15日、関西ローカルの情報番組おはよう朝日です。で、月曜コメンテーターを務めていた元 A グループの福本大成さんが降板することが発表されました。福本さんは23年12月30日コンプライアンス違反のためスマイルアップとのマネージメント契約を解除されています。関西ジュニアを牽引する A グループの一員だった福本さん、ジャニーズ初の国公立大学に現役合格という肩書きを生かし、クイズ番組などにも出演していましたが、年の瀬に電撃解雇となり、ファンに衝撃を与えましたね。スマイルアップはコンプライアンス違反の詳細については当該関係者の方々のプライバシー並びにご意向を尊重し、公表を控えさせていただきますとしています。 A グループはデビュー間近とも目されていただけに、福本さんの突然の契約解除には衝撃が広がっていました。1月6日に放送予定だったグループのレギュラー番組ザ・グレイテストショー年は急遽放送を中止。福本さんが出演していた池上彰の関西人が知らない関西は、福本さんの出演部分をカットして9日に放送されました。グループで出演していた YouTube も福本さんが出演していた分は配信できなくなりました。各局が対応に追われる中、意外な動きを見せた番組があります。それは A グループがレギュラー出演するバラエティ番組 A 子です。 MBS は同番組について12日収録済みの番組については放送しますとし、スマイルアップ社はコンプライアンス違反の内容について関係者のプライバシー意向を尊重し公表を控えるとしており、 MBS としては状況の把握に努めておりますが、十分な情報は得られず、現時点ではすでに収録済みの番組を休止する判断には至りませんでしたと説明。福本さんの出演部分のカットなどもしないといいます。さらに13日には A グループのメンバー佐野雅也さんが情報バラエティ番組朝パラ S に生出演。福本さんの契約解除について、僕らも発表したのとほぼ同時に聞いて、発表したこと以上の深いこと情報を知らない状態なのでと言及していました。15日のおはあさでは、福本さんのコメンテーター降板について番組 MC の和本圭介アナウンサーが、私も含めておはあさのスタッフもそうなんですが、実際何があったかということは本当に知らないんです、わからないままなんですと発言しました。福本さんは3年ほど同番組に出演していたため、突然の降板に共演者も喪失感が拭えないと困惑しているようでした。共に切磋琢磨してきたグループのメンバーさえも、福本さんのコンプライアンス違反の詳細を知らず、共演者も福本さんの不在を嘆く事態。 SNS 上ではファンを中心に困惑する声が上がっているようです。メンバーも体制の対処理由知らないの、本当だとしたらみんなモヤモヤした気持ち抱えながら無理やり納得して5人で活動していくってこと。ますます体制何したかわからんの草、怖すぎマジで。体制が何やったかごく一部の限られた人間にしか知らない説あるよね。メンバーにさえ教えてないんだもん。レギュラーやってた番組のスタッフさんも知らないって、ほんと何やったんだろうな。そんな中、1月22日発売のアイドル雑誌明星に A グループが登場。昨年12月30日に事務所を電撃契約解除された福本さんも登場しており、ファンを驚かせています。電撃契約解除から1ヶ月、女性誌編集者はこう話しています。福本さんは勉強熱心で、2022年には大阪市立大学経済学部を卒業、旧ジャニーズ所属タレント初の国公立大卒ということで、インテリジェンスな活動の方向性も望め、将来有望なタレントでした。ただ実は福本さんに関しては、仕事関係者の間でとても嘆かれていた一面があったんですよね。嘆き声が出ていたのはカメラマンたちからだったといいます。 A グループはジュニア内でも人気が高く、それに比例して雑誌の表紙や
ドラマのビジュアル撮影などの仕事も多いグループ。福本さんも単独で表紙を飾るなど活躍していましたが、彼を撮影するにあたって現場では苦労することが多かったといいます。前室の女性誌編集者が続けます。カメラマンの人たち曰く、福本さんの顔がうまく撮れなかったというんですね。アーティスト写真や雑誌の表紙が良い例ですが、旧ジャニーズのタレントはしっかり表情が決まっていて、写真写りの良いイメージがありますよね。しかし福本さんの場合は表情がバシッと決まらないというか、どうも読めないというか、非常に写真が撮りづらかったそうなんです。結果、良い写真が撮れないで終わることも。グループの他メンバーは普通によく撮れるんですが、福本の写真を撮るのは難しいが、カメラマン界隈では共通認識だったと聞こえてきています。そしてこんな声も聞かれています。いわゆる不思議ちゃんな性格とも言われていましたね。確かに福本さんは天然発言が目立つタレントではありました。夜中に DIY をして母親に怒られた、ベッドで寝ていたら稲光が鳴り、手に携帯を持っているのにメールのフラッシュ通知だと勘違いしたなど、多くの天然発言で知られていますと話すのはワイドショー関係者。つかみどころのない不思議な男。そんな福本さんは最後まで謎のまま姿を消してしまったということでしょうか。福本さんの契約解除の理由が犯罪沙汰なら公表するはずです。つまり犯罪ではないけれど、一発アウトのコンプラ違反をやらかしたということ。公表を控えている理由は、当該関係者の方々のプライバシー並びにご意向を尊重とされているので、対人的なトラブル、女性絡みのトラブルではと考えられていますが、これも憶測の息を出ません。とにかく福本さんは最後まで謎だらけのままフェードアウトしてしまったということですね。そんな福本さんは実は女好きと噂もされています。調べてみると、過去に2回女性関係のスキャンダルを起こしていたようです。1回目のスキャンダルは動画の流出です。2020年6月に SNS で福本大成さんと思われる人物が女性とデートしている様子を撮った動画が流れました。動画では手をつないで歩いていたりと、ラブラブな様子が映っていました。流出した動画には手をつないでラブラブな様子が映っていることから、相手は彼女ではないかとも噂に。しかし本当に彼女であるかどうかは不明です。女性が一般人であることと映っている2人の様子から、恋人関係なのではないかとまでしか分かりません。ですが実はこの動画の流出は、やらかし、マナーの悪いファンがやったと言われています。デート動画が流出した翌日、福本さんの声が録音されたデータが投稿。音声データには、動画を撮った人物、おそらく一緒に写っていた女性が動画のことを話した時の福本さんの発言が録音されていました。またその時の発言も話題に。音声には、見つけた時どういう気持ちやったん、あれで俺ってわかるん、バレてる時点でもうあかんやん、俺なんか悪いことしたん、人生終わること知ってるん、アイドルは俺の中でつながれる存在じゃないから、といった内容の発言が録音されていました。2回目のスキャンダルは2021年でした。この時は動画などの流出ではなく、週刊誌の文春による熱愛スクープによって発覚します。お相手は NMB48 メンバーの横野すみれさんです。文春によると、2021年3月18日に2人は個室居酒屋で合流し、映画館へ鑑賞したのは煙突待ちのプペルだったそうです。その後ビジネスホテルに入っていき、翌日の朝10時にホテルを出ていくところをすっぱ抜かれました。移動中は距離を保っていたり、ホテルに出入りする時も時間差だったりと、常に周囲を警戒しながら歩いていたとのこと。映画館の中では距離を空けていたのはもちろん、会話もしていなかったそうですよ。しかしながら文春砲に遭ってしまいました。2020年のスキャンダルから約1年経っての再びのスキャンダルにファンは衝撃を受けます。さらに横野さんが福本さんにとっては大先輩にあたる方の彼女という噂もあり、二股や寝取り疑惑も浮上したのです。横野さんは福本さんに会う6日前の
3月12日に関ジャニ∞のメンバーである横山優さんと京都のホテルで密会&お泊まりデートをしていたとのこと。横野さんは横山さん主演の舞台マシーン日記の京都公演を観劇した後、京都市内にある高級ホテルで横山さんと合流します。翌日2人は別々の時間帯にホテルを後にしたそうです。横山さんは グループをプロデュースして誕生させ、公演の企画演出を手掛けるなど何かとグループやメンバーを目をかけて可愛がっています。そんな大先輩の彼女と噂のある横野さんとの交際にファンは驚きとともに怒りの感情もあるようです。過去に女性スキャンダルが2回もあった福本さんですが、今回の退所理由には妊娠説が浮上しています。その理由は以下の3つが考えられます。福本さんが妊娠させたと噂される理由、1つ目は該当関係者が他にいるためだと言われています。事務所が福本さんのコンプライアンス違反について公にした際、当該事象の詳細につきましては当該関係者の方々のプライバシー並びにご意向を尊重し公表を控えさせていただきますと発表されました。この内容から当該関係者の方々と示されており、単独の問題ではなかったことがわかります。そのことから相手が存在することイコール妊娠と憶測が広がっています。お相手から退所の要望があった可能性がありますね。福本さんが妊娠させたと噂される理由、2つ目として相手が未成年の可能性が高いようです。先ほどのスマイルアップからの文面から相手がいる問題であることが分かりました。今回女性の身元が伏せてあることから未成年の可能性が浮上します。また関係者の方々の表現から未成年のため被害未成年女性だけでなく両親などのプライバシーを考慮した可能性があります。よって妊娠と噂される理由の一つとなっています。福本さんが妊娠させたと噂される理由、3つ目は女好きなイメージがあるからのようです。爽やかなイメージの福本さんですが、先述したように過去に2度の女性問題が発覚しています。しかしこの際は旧ジャニーズ事務所の力がありスルーされていました。この2件の事例から今回の一発退所騒動も理由が女性問題にあるのではとの声も複数あります。たとえ福本体制の解雇が女関係とか妊娠とかじゃなかったとしても、世間からは女だろって思われてるのを見るとやっぱり日頃の行いだよねってなるといった声も上がっており、女好きのイメージから妊娠説が強く語られているようです。爽やかなイメージすぎて純愛に見えますが、本当のところは誰にも分かりません。今後福本さんはどうなっていくのか目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。